フリート・ヘルム・フンケルは、ドイツ・ノルト・ベスト・ファー練習、ノイース出身の元サッカー選手、現サッカー指導者である。現在は、ブンデスリーガ1、FC ・ケルンの監督を務めている。フランクフルト監督時代、フンケルは2004年から2009年まで、アイントラハとフランクフルトで監督を務めた。その後彼は2009年7月1日に、監督としての契約を満了した。 フンケルはクラブを1年目のシーズンに、ブンデスリーガ昇格へと導いた。1年後、フンケルとクラブは、残留を果たし、カップ戦の DFB ポカールでは、決勝戦に進出。これにより、UEFA カップへの出場権を手にした。フンケルは5シーズンにわたりアイントラハとフランクフルトで、指揮を取ったが、これは、エーリヒリベックと並ぶ、長期政権記録となっている。 2009年10月3日、ヘルタ・ベルリンは、フンケルを、リュシアン・ファーブル解任後の新監督として迎えた。ヘルタが降格すると、フンケルとヘルタは、契約を延長しない点で互いに合意した。2010年5月22日、フンケルは、VFL フ風の新監督に就任した。2011年9月14日、フンケルは、監督を解任された。2011年9月20日、 フンケルはアレマニアアーヘンの指導者として職を得た。クラブが5連敗を喫した2012年4月1日、フンケルは監督の職を解任された。2013年9月7日、彼は1860ミュンヘンの新監督に就任した。2014年4月3日、シーズン終了後の退任が決定したが、4月6日に成績不振のため解任された。 2016年3月14日、ホルトゥナ・デュッセルドルフの監督就任が発表された。2020年1月29日、成績不振により解任された。これを機に監督業からの引退を表明した。2021年4月12日、2002年2月から2003年10月まで、率いていた1、FC ・ケルンの監督に就任。契約期間は2020から21シーズン。 終了まで。フンケルには二人の子供がいる。彼は、ボルフガングフンケルの兄にあたる。ありがとうございます。